サラ・コフマンは、フランスの哲学者、評論家。パリ第一パンテオン・ソルボンヌ大学教授。フランスの女性哲学者の中でも草分け的存在の一人であり、特にフリードリ・ヒニーチェとジークムント・フロイトの研究者として知られる。伝統哲学に対するフェミニズム批評として、古今の男性大思想家のテクストの脱構築的読みを行った。1934年。 ポーランド系ユダヤ人としてパリに生まれ、1994年、ニーチェ生誕150年の日に自ら命を絶った。サラ・コフマンの両親は1929年にポーランドからフランスに移住した。父ベレク・コフマンは、ハシリズムのラビでパリ18区のデュック通りのシナゴーグを中心とするポーランド系ユダヤ人コミュニティの指導者であった。子供6人はすべて、 フランスで生まれ、ハシリズムの伝統に従って、非常に敬虔な生活を送り、ポーランドでのユダヤ人の習慣に従って3歳から、ヘブライ語を学んだ。サラは父、ベレクをしたい。ベレクは、幼いサラの並外れた才能に気づき、ユダヤ思想の基礎を教えた。第二次大戦中のナチスドイツ占領下で、1942年7月16日から17日に、 かけて行われたユダヤ人の大量検挙についても、ベレクはユダヤ人コミュニティの指導者として事前に情報を得ていたため、ユダヤ人家庭を一軒一軒訪問して、至急逃げるように促した。さらに、妻と6人の子供をかくまうために、自らドイツ占領当局に出頭し、アウシュビッツ共生収容所に移送された。収容所でも、ラビとしてユダヤ教の儀式を執り行い、 収容されたユダヤ人を励まし続け、一年後に死去した。コフマン夫人は6人の子供たちを別々の家庭に預けた。サラは姉と共に一旦田舎の家庭にかくまわれたが、その後母と合流し、さらに様々な家庭を転々とし、最後は再び18区のカトリックのフランス人女性、メメの家にかくまわれ、終戦まで生き延びた。1994年、 サラ・コフマンは死の直前に発表した自伝小説オルドネル通りラバ通りにこうしたかくまわれたユダヤの子供たちとしての過去について書いている。またこの8年前に出版された窒息した言葉は語り得ないことを語ることによるこうした過去との決別の試みでもあった。ニーチェ研究においてもニーチェは反ユダヤ主義だったのかを問うユダヤ人の軽蔑、ニーチェ。 ユダヤ人、反ユダヤ主義が同じく死の数ヶ月前に出版されている。コフマンがニーチェ生誕150年の日に自ら命を絶ったのはおそらく偶然ではないとされる。高校教員として1960年からトゥールーズ高校、1963年からパリのクロードモネ高校で教えた後、パリ第一パンテオンソルボンヌ大学に着任し、教鞭を取る傍ら、 ジャン・イポリットの指導の下、ニーチェとフロイトに関する博士論文を執筆。さらに、ジルドゥルーズに指示して、ニーチェ研究を続け、1969年から70年にかけては、高等師範学校で、ジャック・デリダに指示した。さらにジャック・デリダ、ジャン・リュック・ナン・シーラを中心とした哲学グループ、ラ・フィロソフィー・エヌ・アに参加し、ガリレ出版社の同名のコレクションとして、 多数の著書を発表した。ケイト・ミレットの性の政治学に代表されるフェミニズム批評は、女性の視点から文学、哲学テクストの普遍性、中立性に対する信仰を打ち破り、その変更性を明らかにする作業であり、主に男性著作家の女性嫌悪に対する批判と外のクリティックスに分けられる。コフマンは伝統哲学に対するフェミニズム批評により、 古今の男性大哲学者のテクストを脱構築的に読み解き、一見客観的な哲学体系における極めて主観的な要素、特に女性に対する彼らの偏見や固定観念を明らかにした。例えば、女の謎において、フロイトのペニス戦法説に反爆し、フロイトが自己強迫観念の精神異常と同性愛的対象選択の病理を指し示すのに用いた、 ナルシス神話の言説は、彼自身のナルシシズムを反映していると論じた。さらに、こうした読みに基づき、英知的なもの、感性的なものという形上学的価値の階層的二項対立に由来する男性的なもの、女性的なものという二項対立の脱構築を試みた。芸術の幼年期、フロイト美学の一解釈、ニーチェとメタファー、女の謎。 フロイトの女性論人はなぜ笑うのかフロイトと、基地、窒息した言葉アウシュビッツで死んだ父、そして、ユダヤ人として死んだ、同胞数百万に捧げる書であり、モーリス・ブランショ及び、レジスタンスとして収容所に送られたロベール・ワンテルムに、関する研究。オルドネル通り、ラバ通り自伝小説1九9五年、本書に基づく、ドキュメンタリー映画、オルドネル通り、 ラバ通り、死後の出会いが制作された。サラコフマンさんなお、この追悼号のデリダの論文について、オリビエ・アムール・マヤールの論文の翻訳、サラのパルティあるいは追悼の余白に読むことができるものがある。原文、ラクエスション・デ・ファムズ、ユヌ・イン・パスポア・レ・フィローソフス書集。ありがとうございます。